ええね、けいこちかさんよろしくお願いいたします。2018年はえー、中国がグランプリシリーズの開催を返上したんで、フィンランドが大会開催をしました。うん、平、え、昌、ー、オリンピックで中国の審判が地獄、えー、の選手に。えー 非非機な裁定をしたとのことで、罰を返されたのが不満だったようです。うん。一方、アメリカの審判もひどく地獄のえ選手有利でな裁定をしてましたんで、に問題にされなかったんでえ、中国が抗議をするの意思を表すために返上したのではと言われていました。うん。こ、まあの時のピョンチャン合理の時って、あの、地獄、あのね、地獄 B 級枠っていうのがあるんですが、まあ、それについても課題になりましたね。 うん、あの、アメリカ、あとスペインも、なんかそれがちょっとあったような気がしますが、日本のコーチは、日本の弥生,弥生ジャッジは、あまり、なんかそこら辺がかなり厳格にしてた気がします、確か。うん。そういったのがありましたね、確かね。うん。あの時、懐かしいなってと思いましたね。うん。 はい。えー、君こんにちは。よろしくお願いします。初めて投稿します。今では話題の、羽生君くんの入籍の件ですが、私も、すえのムさんが、骨折マスゴミにお嫁さんとして取り上げられていましたんで、バイオリニストだし、将来アイスショーで共演あるかもと期待をしておりましたが、昨日のお嫁さんは、 あの違う方との情報でまだもうがっくりです。うん、確かに羽生君地,地方紙の鎌北新聞報や山口新聞など、東京の大手新聞にもお相手の記事はありませんよね。学長が得られないからだと思います。うん、では、仙台市の目撃情報お相手を知っているについても疑問なのは、そもそも仙台ルールなるものはありません。なるほど。田舎が,田舎が仙台市のちょっと上の方。で以前 羽生くんファンのブログで作られたあくまでもファン向けの寝相護で、仙台市にはそのような公のルールはありません。内容はルールだと思いますが、うん。仙台市民が見ていても、あの羽生君のことですから、奥様と外出の時 オーラを消していて気づかないかもしれませんね。穴かけるハニューゆル一問一答インタビューで、ファンの皆様に伝えたいことと質問をされ、その時に入籍についてコメントを発表できるチャンスがあったにもかかわらず、下を向き、少しは置いてから、これからも全身全霊で、ハニューゆルを貫き通してます。と言って、その言葉から、強い意志を、覚悟を感じました。うん 残念ながら、羽生くんの入籍についてのアナウンスは120%ないと感じました。うん。長文になりましたが、この投稿を読んでいただけたらとても嬉しいですと。うん。これからもたくさん楽しいスケート話題を提供してください。頑張ってください。うん。ありがとうございます。はい。あの、ルールについてちょっと今あの、なるほどなって思いましたね。あの、いまいちこう仙台ルールっていうのが明確に僕もわかんないのもあるんですが、でもなんかそういったものが こうある程度を聞いたことあって、昨日もね、昨日っていうかね、ありますよね。うん。なので、まあ、そういった仙台ルールっていうのか、まあ、どういうものなのかっていうのも、ちょっと不透明っていうところも仙台ルールなんでしょうかね。うん。はい。ということなんですね。これはちょっといろいろ秘密な部分もあるかと思うんですけどね。うん。えー、チュンネルさんどうもね、仙台の人は全て知ってるって普通に考えて、あ、な,なわけないじゃん。 うん、え今回のヴァイオリニストが奥さんじゃないから、実名で個人情報をさらされて、訴えてもいいレベルですよね。うん。えそれをしたいってことは、羽生さんも、え違うなら違うとはっきり明言をした方が相手のためじゃないでしょうかと。ああ、なるほどですね。なるほど。うん。きっとこの話も、まあ時間が経つ,経つごとに、まあだんだん薄れていくっていう考えでいいんでしょうかね。 まあ、この、まあ、あの、末延さんも多分地元でかなり今、もう、なん、なんてだろう。ね、どうなってるのかなね、ちょっとそこら辺がわかんないんですけどね。まあ、末延さんももし違うんだったら、まあ、結構、まあ、被害を被ったりするっていうことあるかと思うんで、ね、うん。まあ、何かしら発表があるんでしょうかね、これからね。うん。 はい。え、りうさんよろしくお願いします。かぶくんお疲れ様です。ゆずくんは以前からフィンランドが好きと言ってたんで、よほど思い出に残ることがあったんでしょうね。うん。私も2018年の映像を見返してみました。え、ベーストな滑りではなくて悔しい顔をしてますが、やっぱり素敵。え、ブラウンくんも一緒に戦っていたんですね。 うん、大人っぽく何りつある時でしたねえ。これからがゆずくんが歩,歩くべき道の始まりなんでしょうか。え右右曲折を経験しながら成熟していってほしいと思います。私はこれからも愛の目で食料をはに譲る応援をしていきますえ。彼の思いは私に伝わっていますよ。うん えーお、えー、目して語らすの意味も、思いのままに羽ばたいてゆず、歌舞くん今日もありがとう。たくさん寝てくださいね。うん。また明日、背骨うん。そう、ちょっと寝て、ね、行かなきゃいけないんですけどね。うん。でも、羽生選手は、あの、本当フィンランドが似合うなって思っていて、なんかね、あの、なんかね、アニメの世界から羽生君来たのかなって思うんですけども、なんかフィンランドとか北欧とかあの辺りが現世だったのかなって、ちょっとあ、あ、現世っていうか、あれか、前世か。 ね、だったんじゃないかなって思っちゃうぐらい、ハリュく君とフィンランドって似合うなって思うんですよね。北欧から来たような、なんか、そういうなんかイメージがすごくあって、なんか、あの、ね、架空の、なんかアニメの世界から来たんじゃないかなって思っちゃうことあるんで、なんかそういった北欧のイメージがあるんですね。スウェーデンとも違う、あの、ノルウェーとも違うフィンランドっていうところがポイントなんですよね、なんかね。うん。 え、よルさんよろしくお願いいたします。え、仙台ルール、暗黙だったら、なおさら話しちゃダメだと思います。うん。それに暗黙ルールは一部のファンの中だけで言われているものだと思います。え、奥様の地元の新聞社、それなりに調べて、確信を持ったから、え、指名に載せたのではと。え、もし違うんだったら、失礼すぎて、え、地元の新聞社に訂正すると思います。え、本当に仙台で目撃されたとしても、メイクの髪型で、女性はいくらでも変わりますからね。 えもう何も信じられませんよ。なるほど。おお、ちょっとこれ、行ったり来たりっていう感じですね。いやー、どうなんで、仙台ルールっていうの、でもなんか、どうなんでしょうかね。ちょっと、えっ、ー、と、もう揺れてますね。なんか、情報が揺れ,てるって揺れてるっていう感じなんです。これはどうなんだろうね。うん。 はい。えー、ゆみさん、よろしくお願いします。かぶさん、こんばんは。えー、だいぶあり、高島千佳子さんの、えー、お父様がテレビで某週刊誌はお金を払えば何でも書いてくれと発言をされていました。えー、それなんで週刊誌を信じすぎるのもどうかなって思います。 うん、私は羽生さんのスケートを見るだけで、えー、幸せになれるんで、プライベートは知らなくても大丈夫ですということですね。うん。いやね、でも羽生くんが、まあ、公認したくない、公表したくないっていうことだったら、まあ、それは尊敬するべきだと僕も思うんでね。うん。ということなんですけどね。まあ、あの、ちょっといろいろ情報が交錯したりとか、仙台ルールについても、ね、いまいちちょっとあの分からないこともあったりして、ちょっとぐるぐる回ってますよね。うん。 ぐるぐるパーですね。ヨンさん、あ、ヨコ、え、ア部ヨコさんどうもです。カム君こんばんは。え、アナ基調を羽生譲るとファン、ファンティンさんの白 T 長発のギャップが、えっ、ー、と、アナ基調は基調っていう感じ、大人。ファイティンさんはぐっぐっと年齢が下がって、高校生にも見える。うん。あまり羽生譲る選手と長発を見たことないから新鮮。ギャップボーイですね。やっとファイティンさんの動画を見られたんで。うん。なるほどですね。なんか、 あの羽生くんの,あの顔をいじって、なんかイチゴを食べさせたりとか、プリン食べさせたりとかしてる、なんか X とか、なんかあのね話題になってましたなんかね。うん。まあ、それとこれはあんまり関係ないか。うん。で、ということでございますけども。うん。はい。そして、 えー、皆さんよろしくお願いします。かぶくんおはようございます。石器星の公式サイト X に若竹の君のメイキングのロングバージョンが挙げられていました。えー、羽生さんの指先の動きや、えー、顔の表情が綺麗、ちょっと色っぽい。以上もバッチリわかりました。うん。以上の、えー、着て飛び上がってるシーンを見て、なぜか、えー、源義経が頭に浮かびました。なぜかはわかりませんかなるほど。源義経ですか源義常なんだろうね。 ミ元モトのっていうとなんか、あの、西郷隆盛だったかな違うな。え、違うな、違うな。全然違う。弁慶か。弁慶ですね。なんで弁慶、弁慶と西郷隆盛がなんか一緒になっちゃうんですよね、たまにね。はい。これ弁慶との関係とかもあるんですかね、なんかね。うん。タッキーが演じてたからかな、それともね。うん。 ちょっとね、僕ね、酔っ払ってるわけじゃないんですけど、今日頭がね、めちゃくちゃくるくる回ってるんですよね。本当に。で、あの、なんかね、頭の中に雲があるかのような感じもなってます。だ <laughs> からいろんなこと言っちゃってますけどね。うん。もう何言ったかよくわかんないんですけどね。なんか、あの、源義質で、な、なるほど。なぜでしょうかね。うん。 源義経っていうと、なんかあまり絵は、なんか絵がありますけど、絵はそんなにイケメンじゃないですよね。でもなんか、あの、義経のね、大河ドラマでタッキーやってましたけど、タッキーはめっちゃ僕、あの、芸能人の中で一番好きっていうぐらいイケメンだと思うんで、うん。なんかそういう、それとはあんまり関係ないか。なせでしょうかね。うん。はい。というわけで今日はちょっとこれでおしまいちゃんにします、ね。ちょっとこれ以上話すとなんか変になっちゃうので、ありがとうございました。